陣屋事件から55年、当時の雰囲気を色濃く残す庭園を歩く一人の騎士がいた。永世棋聖米長邦雄。米長といえば2005年内藤九段との対局で東西邦雄対決を制し、初代ハサミ将棋名人。そして去年は17世名人谷川浩司の挑戦を退け防衛に成功。今回3連覇を目指す。とにかくね、堂々と勝ち、堂々と負け、これがモットーですね。米長2度目の防衛戦、その米長に挑戦状を叩きつけた男がいた。神武以来の天才、加藤一二三。プロ棋士になって50年、伝説の棋士として今でも現役で戦う加藤は、プロデビュー、A級入り、そして名人挑戦と最年少記録を持つ。今やなお衰えることのない闘志あふれる対局姿は見る者の感動を呼ぶ。加藤、名人ダッシュに名乗り。そうですね、このハサミ将棋を指すのはするのはずっと以前に、やってたんですけども、今日はしっかりとプレイしたいと思ってます。そうですね、互角かなと思ってるので、勝てればいいんですけども。かつては犬猿の仲とも言われた2人だが、数々の激闘を重ね時代を築いた同士でもある。3年前に米長が引退するまで対局数は104局にも及ぶ。米長対加藤、幻の105局目が今始まろうとしている。ハサミ将棋名人戦最終章、陣屋決戦。ハサミ将棋とは歩とと金だけを使用、それぞれの自分の陣地の一段目に駒を配置して対局を始める。動かし方は本将棋の飛車と同じ。縦か横で相手の駒を挟めば取ることができる。挟んで取る駒の数に制限はない。また斜めに挟んで取ることはできない。そして大逆転将棋の特別ルールとして、先に駒を3枚取った方を勝ちとする。それでは駒を決めたいと思いますので、じゃんけんをお願いします。じゃんけんぽい。ということはどうぞご自分こちら、これ、あ、ね、先手でも勝手でも、あ、先手か、はい、では先手で、はい、はい、じゃあ、はい、では、ね、それでは定刻になりましたので、挑戦者加藤九段の先手番でお願いします。お願いします。将棋を極めた2人が織りなすハサミ将棋名人戦最終章、勝負の行方は。いよいよこれファイナル最終局なんですよ、はい、立ち合いにはなんと森内名人に、していただいたんですが、じゃんけんぽい言いながら立ち合ったのは初めてじゃないでしょうか。あ、過去になかったですね。はい、普通の将棋では見られない面白さと気迫がありました、はい、ということで、その最終局の模様をぜひご覧ください。お願いします。最強の挑戦者加藤、注目の初手は。先手加藤九段1二歩。後手米長永世棋聖9八と金。先手2二歩上がる。後手8八と金上がる。
先手3二歩上がる。後手7八と金上がる。先手三七歩。後手八七と金。ここからは森内名人の解説。歓喜六段の実況でお楽しみいただこう。名人よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の形はどちらが攻めというか、まあ、加藤九段の方は、はい、7七歩というふうに指せば、うん、1枚取れるんですけども、はい、ただ4七に接近それに対して6七とという手がありまして1枚ずつ取り合いになりますので、はい、加藤九段はその手は得でないと見て回避したんですね。後手9五と金。先手9七歩。2人とも真剣そのもの。いや本当以前のお二人のタイトル戦の時と同じような表情で指してますもんね、はい、迫力ありますよね。でまた場所が陣屋でしょ、はい、陣屋での立ち会い人が森内名人でしょ、はい、これこの盤面じゃなかったら盤面だけ差し替えたらタイトル戦と一緒ですよね。本当そうですよ ね、 戦とかね、はい、先手1五歩。後手8三と金。これ先手9三歩。駒がですねたくさん動いてる方が有利に思うんですけども。そうですね、はい、1段目にあまりたくさん駒がいるのはいい状態ではないので、はい、後手の方は6枚先手の方は5枚残ってますので、はい、これを早く活用したいですね。ということは先手の方が5枚だからちょっと若干指しやすいんですかね。後手8二と金。そうだと思いますけど、ただそれほど差はついてないと思いますね。抽選者と評される加藤の棋風、この後迫力満点の攻めを披露する。先手三三歩。十字架ですか。まあ、十字架かというような言葉がありましたけども、あこれがね五五歩、三三歩、三七歩、一五歩というこれで三五のと金を包囲してますので、はい、非常に攻めとしてはいい形になってますね、はい、なんとこの表情すごいですね。そして迎えたこの局面。後手9一と金。さあこれはいよいよあもうこのと金を先手9六歩。ついにこれは捕獲しましたか。捕まえましたかね。次に9四と、はい、それ9四歩とすれば9五のと金が取れる状態になります。加藤流はやはりもう手堅く取りに来ますね。そうですね、完全に包囲されてますので、はい、この時は逃げられませんね。ハサミ将棋を飛び越えた囲碁ハサミ将棋みたいなね。後手2三と金。これはもう1枚しょうがないということで。そうですね、もう助かりませんので、はい、まあ、と金を捨てても、はい、まあ、簡単に負けない状態を、はい、ついに1枚取りました。2四歩引く。今パリパリとかジャリジャリとか言ってますけど、これなあ、食べてますよ板チョコ。
これが有名なあのこれを見る方初めての方もたくさんおられたと思うんですよ。そうですね、これが出ましたか。いやこれが出たということはもう加藤先生勝ったと思ったかもしれませんね。本気ですねもうこれ。米長対加藤、永遠のライバル2人による究極の戦いは加藤が1枚取ってから膠着状態に陥った。加藤が6五歩と指したところ、後手米長はと金を階段状に並べ徹底的なバリアを構築。加藤は全く敵陣に侵入できなくなってしまったのだ。管理もまあするんですけど、まあ、まあやってみないと分からないところもあるんだけども、うん、そのチョコレートちょっともらえる。そっちのチョコレート、そう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 、先品の方は先品の これ以上続けても仕方がないと判断した2人は協議の結果、先手と後手を入れ替えて指し直しをすることに。先手4二歩上がる。先手9七歩引く。先手米長が9七歩と指したところ、ここまで先手米長は2枚、後手加藤は1枚駒を取り、局面はいよいよクライマックスを迎えた。40秒。さあ秒読みで厳しいんですけどもね、1枚これ後手が不利な状況ですよね。加藤九段が、そうですね、加藤九段もリーチかけられてますんで、はい、取られるわけにはいきません。55秒。秒読みでこれまた後手普段指してない将棋を指すんですから大変ですよね。この5六ともすごい手で、次に7六とと5八との両狙いですからね、うん、はい、これで1枚取ると追いつきますね。あ、ということは加藤先生またこれ追いついて五分になるそうな雰囲気ですね。かもしれません。40秒、はい、うん、50秒。ん、先手7六歩上がる。じゃあこれはうまい回収技ですね。5八とで1枚取られるんですけども、はい、それには9六歩として、あ、ルールとして先3枚取って3枚取れますので、取り返せないから勝ちになります。はあ、なるほど、攻防の一手ですね。ルールを利用した攻め方ですね、はい、はあ、ちょっと浮かばんかったですね。なんだろう、1枚リードしてるとこういう強い手が成立するんですね、うん、こ今秒読みですよね。50秒。すごいな、これかと普段悩んでますよ。後手8八と金。しかしこのまたこれまたと金引くと今度2枚取れるから。あ、そうですね、これ逃げただけの手に見えるんですけど違うんですよね。次に8六ともう一回戻ると、今度2枚挟めますので加藤の逆転勝ち、加藤九段勝ちになります。はあ、どうすんのやろ。いやこれは受からへんのじゃないかな。ちょっと待って、これを、あ、先手8七歩右。引く手を防ぎながらこの、これは見事ですね。うわ、すごいですね。一手で、はい、受かってしまいましたね。7六歩と6六歩と8七歩3枚助けましたんでね。いやこの攻防は本当に素晴らしいですね、はい。2人ともあのハサミ将棋に転向されても大丈夫ですよね。うん、とても初めてとは思えないですね。いやあの本人はね初めてとおっしゃってましたね。加藤九段は最近はやってませんと。後手1二と金。1二と、もう今秒読み割れたんですか。そうですね、これは1二とあの、取られる駒、あ、そう、取られちゃう。先手8九歩。ああ、そうですね、はい、取ってしまいましたね。これで、あ、加藤先生まだやってますけど、はい、3枚で決まり。いや、決着がついたようです。米長、ハサミ将棋名人戦3連覇を達成。